こんにちは、富田です。今日は最強のメジャー系スケールリディアンオーギュメントって何という話をしたいと思います。はい、では今回のテーマですね。今日はリディアンオーギュメントっていうスケールについての紹介をしたいと思います。以前ね、メロディックマイナーの5つの顔っていう動画で、軽くね紹介をしました。はい、この動画ですね、メロディックマイナーが持つ5つの顔の後編の方ですね。で、話をちょっとしてます。はい、で今回はそのねリディアンオーギュメントについてがっつりと解説をしたいかなと思っております。内容はですね、スケールのまず構成音ですね。で、2つ目、どこから来たスケールなのか。で、どんなコードで使うべきなのか。で、サウンドはどんな感じかっていうことでね。はい、では、早速解説に行きたいと思います。はい、では解説に行きたいと思います。まず1つ目ですね、スケールの構成音についてです。リディアンオーギュメントの構成音は、メジャースケールの4度がシャープ、で、5度もシャープっていう構成になります。ドレミファソラシドのファの音とソの音がシャープしているっていうスケールですね。 C のリディアンオーギュメントならこんな感じっていうことで、はい、これですね、ファの音とソの音がシャープしている状態のスケールになります。はい、構成は C、D、E で F シャープ、G シャープ、A、B ですね。で、F シャープはリディアンの特徴的な音で、 G シャープはオーギュメントの特徴的な音ね。これらの特徴をとって、リディアンオーギュメントって呼ぶと、そのままですね。なんで、リディアンのシャープ11スで、オーギュメントのシャープ5。これが両方とも入っているスケールっていうふうに覚えてください。で、どこから来たスケールなのかっていうことなんですけど、これは実はメロディックマイナーの3番目のモードですね。はい。別名スーパーフリージアンとも呼ぶらしいですけど、僕はあんまり好きじゃないですね。はい。メロディックマイナースケールを3番目の音から並べ替えたものです。はい。メロディックマイナーを3番目の音から並べ替えたもの。ね、でリディアンオーギュメントを弾きたい場合っていうのは単3度下のメロディックマイナーを弾けば OK というふうに考えても OK ですね。はい、もともとはメロディックマイナーの3番目の音から並べ替えたものがこのスケールであるというふうに覚えてもらえるといいかなと思います。はい、でどんなコードで使うべきなのかっていうことなんですけど、リディアンオーギュメントはメロディックマイナーの3番目のモードです。ということはメロディックマイナーの3番目のダイアトニックコードであるメジャー7シャープ5っていうコードに最も合うスケールですね。はい、これが最も自然な考え方です。メジャー7シャープ5というコードを弾く場合はハーモニックメジャースケールっていう手もあるんですけど、リディアンオーギュメントの方がよりアウト感が強くて、コンテンポラリー向けのサウンドかなと思いますね。で、理論的にはメジャー7シャープ5の時に使うのが正しいんですが、メジャー7スコード全般に使えるスケールとして捉えても OK と。はい、普通のメジャー7コードで使う場合はかなりアウト感があるため、シチュエーションを見極めて、使うべきかなというふうに思います。なんで、メジャー7コードで使う場合はね、アウト感を出したいっていう時に使ってください。で、4番目ですね、サウンドはっていうことで、リディアンの特徴音であるシャープ11スオーギュメントの特徴音であるシャープ5、この両方を持っているサウンドです。 C、D、E、F シャープ、G シャープの5音だけを見れば、実はこれホールトーンスケールみたいな感じでもあるんですね。ホールトーンスケールなんですよね。なんでどちらかというとこのオーギュメント色の方を強く感じるサウンドっていうのが特徴かなというふうに思います。はい、では実際にねギターで弾いてみたいと思います。はい、では実際ねギターで弾いてみたいと思います。まずね、5弦ルートのポジションですね。3弦5フレットから始まります。6弦ルートの場合は、っていうポジションか、僕はこっちの方が、よく使いますね。3ノートパーストリングみたいな感じで、ここだけ違いますけどね。3弦だけ違うんですけど。弾きやすいかなと僕は思いますね。では実際に C のオーギュメントですね、 C メジャー7のシャープ5っていうコードの上で弾くと、どういう響きがするかっていうことですね。やってみましょう。
ではちょっと普通のね C メジャー7の時に弾くと、まあ、どれぐらいアウトするのかっていうのもねやってみましょう。強い感じですね。まあ普通に C メジャー7であればね、まあシャープ11もシャープ5も両ともアウトスロートになるので、まあ当然といえば当然ですね。でまあ251の1の部分でねとか弾いてあげるとかなりアウトした感じになります。まあ急にそこだけで使うとねやっぱり違和感あるんで、まあ25っていうのもしっかりとこうまあ浮遊感のある感じのねサウンドでフレージングした後にこのリディアンオーギュメントでメジャー7を弾いてあげると、まあ違和感も少なくなるかなっていうふうには思います。まあメジャー7の時にねアウトするってあんまりねできないので、普通にリディアンスケールね弾くだけでも最初はかなりアウトしてる感じすると思うんですけど、これにねちょっと飽き足らなくなった人はシャープ5も入れてみてください。かなりあるね、フレージングができます。で、まあ、考え方としては、まあ、シャープ5、まあ、シャープ11、シャープ5が入ってるんですけど、この場合だと A の、ね、メロディックマイナーを弾くっていうのと、まあ、同じです同じ考え方でいきますね。なんで A のねマイナーメジャー7弾いたりとか、普通にねメジャー7シャープ5のアルペジオを弾くってももちろん OK ですね。なんでまあ A のメロディックマイナーに含まれているダイアトニックなコードをまあアルペジオで弾いても全然 OK ですね。そういうのも使えます。シャープ11とシャープ5っていうのが含まれたこのメジャー系のねスケール、かなりアウト感強めですけど、ぜひ使ってみてください。はい、ではまとめですね。今日はリディアンオーギュメントっていうスケールを紹介しました。メロディックマイナーを3番目から並べ替えたスケールですね。リディアンの特徴音であるシャープ11、オーギュメントの特徴音であるシャープ5、この両方を兼ね備えたスケールっていうことになります。はい、で使いどころとしてはメロディックマイナーの3番目のダイアトニックコードであるメジャー7シャープ5の時に使うっていうのが、まあ、理論的な正解ですね。ただし、まあ、メジャーセブンスコードに使えるスケールとして捉えて OK かなと思います。ただ、まあ、メジャーセブンスコードで使うなら、まあ、かなりアウト感が出るんでね、まあ、そういうアウト感を出したいっていう時におすすめのスケールです。はい、で弾く時はねメロディックマイナーに置き換えて弾いても OK ということで、メロディックマイナーにするならタン3度下ですね。タン3度下のメロディックマイナーを弾けばそれがリディアンオーギュメントになるということです。ということで、まあ、コンテンポラリー思考の方はね、まあ、ぜひ使ってみてください。で少しでも参考になれば嬉しいです。今回はね、これで以上となります。ありがとうございました。